としてかもしれないという意味を持つともすれば、この番組はタイトルの通り、開けてみるまでどうなるかわからない、成り行きに身を任せたフリーダムなトーク番組です。始まりました、ともすれば。6月梅雨ですか皆さん。私は花粉の季節が終わったなと思ったら梅雨が来るっていうのがこう天敵連続って感じで、私大変ね、コッケで柔らかい髪質をしているので梅雨の時期は本当に大変でございます。今日みたいにヘアメイクさんに素敵にしていただける日はねいいんですけどね、そうじゃない日はもう大変、もう雨との戦いの日々でございます。恐ろしい6月にヒヤヒヤしながら本日も収録やっておりますが、今月のゲストにはこの方に来ていただきました、内田修ちゃんです。はい、皆さんこんにちは、内田修です、よろしくお願いします。いらっしゃい。わーい、なんかお久しぶり。久しぶり、うん、本当にこうプライベートで会うのも結構、うん、久しぶりかも。最後に会ったタイミングが何月だったかも覚えてないけど、うん、覚えてないかも。去年だもんね、うん、多分、うん、いつぶりだろうね。朗読のやつ一緒にやった時ぶりとかかな。え VR の、あそのえってなると、え そんなことその間に何かあったかな。記憶がちょっと曖昧でございます。でも本当にそのレベルで結構久しぶりな気がしております、うん、我々、うん、はい、なのでね、もう積もる話もいろいろあるでしょうし、はい、うん、意外と知らなかったみたいなところとかもね、掘り下げていけたらいいなと思っておりますので、はい、皆さん今月もよろしくお願いします。お願いします。勝手にゲスト紹介。はい、このコーナーでは毎回ゲストさんの公式プロフィールを参考にゲストさんはこんなことだということをいろいろ深掘りしていくんですが、はい、その前にまずは乾杯から始めましょうということで、はい、この何でも出てくるテーブルから、今回我々2人ともレモンサワー。プレピー。プレピー。プレピー。全然何かじゃないよ。そしておつまみも。あ、これか。そう。おいしょ。おいしそうな。おいしそう。青のり系のクラッカー。クラッカー。せんべい。おせんべい。いいね、クラッカーだね。クラッカー。せんべいか。カルパス。カルパス。はい。おいしいね、絶対。おいしい。ということで、まずは。はい。乾杯。乾杯。嬉しい。うん、うん、美味しいねえ、しんちゃんお酒普段飲む？あ、飲むかも。あ、本当？うん、お家とかでも、お酒とかでも、お家とか友達とかと一緒にお酒飲んだりしてるかも、うん、いいね、うん、でもなんか珍しい感じがする。確かにあんまりこういうなんか番組とかでお酒飲む機会があんまりなくて、うん、あ、そっかそっか。そう、今までジュースとかそういう感じだったんだけど、うんうん、そう、新鮮だね。最近は、うん、珍しくレモンサワー飲んでおります。嬉しい嬉しい嬉しい。さて、そんなしゅうちゃんについて、はい、まずはこちら私書かせていただきました、はい、ご覧ください、どうぞ。パン。おお、あ、え、うまっ。嬉しい。はい、嬉しい。こんな感じになっております。はい、ということで内田しゅうちゃんです。はい、私です。私はしゅうちゃんって呼んでるけど、なんか他あだ名あった？基本しゅうちゃん？基本しゅうちゃんで、うん、しゅうしゅうとか、おお、かわいい、はたまにいたりするけど、基本的にしゅうちゃんかもしれない。しゅうちゃんがしっくりくるね、うん、5月24日生まれ。あ、放送の頃にはもう、あ、そうだね、ちょっとまだお誕生日前の頃に我々収録してるけど、そう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 で、放送される頃には、あ、おめでとう。ありがとう。いいね、嬉しい。そしてしゅうちゃんといえばね、はい、出身地がシドニー、過去オーストラリアという。セニー、はい、セニー、あー、かっこいい、ありがとうございます。いいよね。もう、うん、いつかしゅうちゃんにオーストラリアを案内してほしいっていうのはやっぱずっとあるよ。したい、してほしい。なんか知り合いの声優さん全員連れてオーストラリア旅行したいっていう願望が私にはあるんですよ。超大事になっちゃうよ。一大ツアー。そうそうそう、大事だね、うん、絶対向こうでイベントやった方がいいだよ。確かに確かに。本当に、うん、でもね、やっぱそれがつながるね、この特技の英語、うん、あ、そう、ね、特技英語です。そしてこう趣味が読書、うん、お菓子作りって書いてあって、うん、意外とね、うん、ホームページが
シンプルだった。そうだよね、あんまりいっぱい書かれてないっていう、確かにね。そう、なんか、英語は、TOEIC990点取ってますっていうところまでちゃんと情報はあって、いかに英語力が高いかっていうのはね、ちゃんと伝わってたんだけど、はい、ね、趣味が読書お菓子作り。でも、読書お菓子作りもちょっと古いというか、まあ、あれ、読書もお菓子作りもまだ好きなんだけど、なんだろう、なんか代表して書くほどでは。あ、そうだね、最近だと旅行とか、そう、なんか結構遠出するのが好きで、うんうんうん、今年の1月に免許取ったんだけど、車の。ついにそうだ、そう、おめでとう。ありがとう。すごいね、マジで行動力の化身なんだよな、しゅうちゃん。なんかね、いろいろあっち行ったりこっち行ったりしてるよね、私ね、そう、でもなんか、そう、車乗ってちょっと、まあ、1、2時間ぐらい運転して、うん、茨城とか、うんうん、あと箱根とか、なんかいろんなところ行ったりしてるかも、すごいね、うん、めっちゃそれワンちゃんたち連れてったりとか。そう、ワンちゃんたち連れてったりとかして、で、ね、いっぱい走らせて、ワンちゃんたち、走れるとこ連れてってあげて。わあ、いいね、めちゃくちゃ楽しい、素敵、うん、本当に免許、もう気づいたら、ね、取得に通ってて、気づいたらそれ取ってて、時間の使い方が上手だよね。いや、でも免許取るときはすごく頑張った、自分で言うのもなんですけど、通いで行ってたから、うん、その合宿とかじゃなくて、本当に時間合間合間にしか行けなくて、そう、だからなんだろう、朝めっちゃ早く起きて、朝一の講習行ってから朝の現場行ってみたいな、それが6ヶ月ぐらい続いて、いや、そうで、やっと取れたみたいな感じ。やっぱそれできるモチベがないと、働きながら免許取るって大変だもんね、絶対。結構大変なんだなって思ってやってみて、そう、そう、何も考えずに始めちゃったから、なんだろう、それこそ前、遊んだ時とかには、乗馬通ってた記憶があって、そうそう、そう、ね、そんな時もあったよね。なんか乗馬の、ライセンスを取りに行きましょうキャンペーンみたいなのをやってて、で、なんか通常の値段よりも安く受けられますよみたいな感じで、じゃあやろうっつって、その時も週末とかに朝4時とかに起きて、早っ。で、始発の電車に乗って、で、なんか東京駅とかでそういうなんか、なんだろう、牧場じゃないや、お馬さんがいるところの、場所に行くバスに乗って、送迎バスあるんだ、東京駅から。そう、そこから40分ぐらいバス乗って、結構だね。そう、で、そこで乗馬教えてもらって、っていうのを何回か続けて、テスト受けて、ライセンス取得してみたいな、本当にめちゃくちゃ簡単な方のライセンスなんだけど、そう、全部それ気づいたらそれも通ってて、これどういう行動力と思って、もうやってみたいなって思ったら、もう足踏み入れちゃうから。めちゃくちゃすごいよね。でもね、どうなんだろうね、こんなにあっち行ったりこっち行ったりするのもね。いや、いいじゃん、経験豊富な方がいいもん、何事も。ありがとう。でも楽しい、忙しいけど、ね、本当旅行とかも結構ふっかるに、あ、そう、ね、なんかそれこそこの間韓国とかにも行ったんだけど、すごい、明日から休みだ、あれ、もしかしたら明後日も休みってなって、マネージャーさんに、休みですかつって、あ、休みだと思いますって、ちょっと韓国行ってきます、明日からって。私が憧れのやつなの。私もそれ、そのノリで海外に行くやつをずっとやりたくて。あ、そうなんだ。そう、めっちゃいい、楽しいよ。めっちゃくちゃ楽しい。素敵、ありがとう。もうなかなかね、やっぱオーストラリアまで行くってなると時間かかっちゃうから、そこまではなかなか、ずっと帰れてない？もう6、7年ぐらい帰れてないのかな。下手したらもう来て以来みたいなこと？いや、もう日本に来て今9年目なんだけど、それ経つか。そう、でもそうだね、でもほとんどそうかも。そっか。7年、6、7、6、7年とかだから。帰りたいよね。そうだよね、それそうだよね。なかなかね、やっぱ往復、まあ、その飛行機空港まで行く時間とか考えると、やっぱ13、4時間ぐらいはかかっちゃうから。そっか。そうって考えると、
行きと帰りで丸一日潰れるじゃん。そうだね。そうだからなかなかね。そうだね。そうなってくるとせっかく行くならそれなりにちゃんと行きたいしね。そう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 。パッとじゃなくてね。うん、そうなの。だからねタイミングをね、うん、今見計らってます。そうだね、はい。ちょっとオーストラリアにお仕事で行って ね。ついでにお休みつなげて有識者お願いします。それが絶対一番いいもん ね。そうそんなしゅうちゃんに毎回これキャッチコピーみたいなのつけるんですけれど、はい、元気な笑顔が好き。ワンワンたちの話も聞きたいよということで ありがとう。そう、うん、もう本当にねもうこの元気なスマイルが昔からとっても素敵で、ありがとう、すごくとっても魅力的 かつワンちゃんたちはね、うん、私はまだ、うん、最初のこう、うん、お迎えした段階には、うん、パピコと一緒に遊ばせてもらったこともあったんだけど、うん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 、まだねそうもう一匹いるんです。そうそうムニちゃんっていうサモエドを今ムニちゃんムニそうムニ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 してるのと、うんうん、唯一ムニのムニで、うん、おしゃれ素敵ねダブルムニちょっとダジャレっぽくそうダジャレ好きなんだったねダジャレ好きそうダブルミーニングで ねおしゃれに言うとダブルミーニングそうねシンプルに言うとダジャレでシンプルに言うとダジャレでも写真は、うん、こう SNS とかを通して見てて、うんうんうん、ずっとうわ会いに行きたい、うん、ベイビーちゃんのうちに会いに行きたいって思ってたから、うんうん、今日一般話聞こうと思ってさっきすでにね裏でちょっと話聞いたのだいぶ大きくなっていて、うん、そうなのもうあの今の時点で家に来て3ヶ月ぐらいなんですかな、うんうん、なんだけど家に来た頃はまだ4キロぐらいしかなくて、あでも、まあ、子供にしては結構大きい、ね、大きいけど今13キロぐらいあって、うわ進化早いよ、そうなのだから本当に大きくなるのが早くて、そう可愛いんだけどね、そう、はい、今日でも会いに行かなきゃ早く、そうそうそうなのそうなの、どんどん大きくなっていくから、ね、最終的にどのぐらいになる想定なの。でも多分親は20キロぐらいとかだから、 あと7キロ前後増えて今これぐらいの大きさなんだけど、多分これぐらいになるのかなっていう、なるほどね、うん、もうわわわわぐらいの感じ、そうそうめっちゃふさふさだからサモエドっていう感じ、うんうんうん、だからめちゃくちゃ大きく見えちゃうと思う、うん、私あんまり大きいワンちゃんと触れ合ったことがないから、そうなんだ、もう触れ合いに行くのが楽しみ、え来て来て来てほしい、すぐに計画を立てたいと思っていますワンちゃんえちょっと興味持っちゃったかもってなっていやもう幸せ今いいね、チャンネル登録グッドボタンよろしくね。